はい、エゾハルゼミも鳴いていますけど、これまだこっち少し残ってるかな。カン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 、早っ、やってくるの。早すぎますよね。半ズボン、半ズボンだから。はい、もう殻ですね。持ち帰りますからね。ちゃんとね。こんな大きいやつ。これでまあ大丈夫だと思いますけどね。はい、これね、ストッパーがここにあるんですよ。間違って出ないよ。ちょっと休んだついでに水を補給します。これがね、まあ地図なんですけど、御馬谷風穴。今いるのはね、ここ。こうやって降りてって、ここのところに風穴ありますからね。でもこうやってさ、移りたがりの虫って何なんだろうね。なんでそこなんだろうね。面白いね。これね、マムシグサの最終形態かな。こんな大きくなるんですよ。そして、まあ、赤い実が先の方になるんじゃなかったかな。こんな大きいのね。まあ、緩やかなね、下り坂。まあ、御馬谷ですからね。だから帰りは上りになるんで。まあ、方角的には向こうです。この下にね、道があるんですよ。なかなか大変でしょう。はい、そちら方向から降りてきました。ここでね、まあカーブがあってね、あ、車が登ってくる。エゾハルゼミ。方角的には向こうですよ。御馬谷風穴。はい、緑は大切。空気中の酸素は植物の緑によって作られています。一人一日に必要な空気の量は約10立方メートルで、4畳半の部屋一つ分ぐらいですが、吐き出す炭酸ガスを酸素に変えるには、森林で約30平方メートルの広さが必要とされています。このように緑は私たちの命にとって欠くことのできない資源です。まあ、4畳半の部屋一つ分ぐらいで一日過ごせるんですかね。10立方メートル。そして、
まあ森林で130平方メートルないと、そのね、空気10立方メートルが賄えないんですね。これはなかなか大変ですよね。ちょっと一休みしますね。すごいな。よいしょ。ちょっと寝ます。はい。こちらがね、まあ、大間谷風穴の、まあ、駐車場です。まあ、車が2台ばかり止まってます。ここね、群馬テレビの2つだけ送信所。まあ、群馬テレビのアンテナっていうかな、送信所があるんですね。もうここはね、まあ、おたけの、まあ、取り付きっていうか、もういきなり険しくなるんですよ。まあ、とてもじゃないけど、まあ、登れないと思うんで、まあ、風穴だけなんですけどね。ああ、でも本当に涼しいね。もうね、そういったところもね、まあ、岩があって、まあ、涼しい風が吹いてるんだと思います。なんか涼しい。まあ一番ね、はっきりとわかるのはそちらにありますんで。まあ行ってみましょう。はい、御間谷風穴。ここは、春名カルデラ火山の奇跡的火山の爆裂口であり、太古に凄まじく火を吹いた火山壁を相馬山の断崖に忍ぶことができます。この穴は火山の隆起と冷却の過程において、山が砕け、岩も砕けて、山全体に隙間ができたものです。古くは隆起を吹き出す穴であったものが、いつの頃からか年間気温の変わらない風が吹き出すようになり、夏にはこの冷気が霧のようになびくこともあります。このため、この標高では見られない高山植物も多く、希少な植物層となっています。もうね、ここにいても涼しいんです。こういったことですね。まあまあ、涼しい。じゃあもうちょっと近くに行きましょう。これね、エゾハルゼミが鳴いてるんです。涼しいからね。はい。涼しい。そちらはどうでしょう。涼しいね。
こりゃ涼しいや。本当にこういった状態で下界でも過ごせればね。わあ、あれ、アゲハチョウかな。性能のいいエアコンディショナーですね。これは涼しい。涼しいね。じゃあね、皆さんもね、こういった風穴、まあ上野の国で一番有名な風穴は、まあ荒船の風穴なんですけど、まあこういった本間谷風穴とか、まあいろんなところにありますからね。まあ見つけて暑い夏を乗り切るのもいいんじゃないでしょうか。あー涼しい。はい、それじゃあ。メガネが曇ってくるよね。はい、戻ってきないですよ。上りだからダメだ。まあまあ、ま、エゾハルゼミ。まあ鳴き声はするんだけど姿は見えない。もうそこを直進すれば車がありますからね。あと、まあ200メートル、250メートルぐらいあるかな。